はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第33弾をお送りします。で、今回ね、この3問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあいつも通りね、画面下げますのでお待ちください。いくよ。よいしょ。で、おっと、行き過ぎた。今回はですね、関数、グラフはね、これ、〇1〇2〇3っていう直線が書いてあったんで、いつもね、問題を〇1〇2〇3でやるんですけど、今回は問1、問2、問3でやりました。まあ、ちっちゃいことなんでね、あれですけど。で、まあ、いつも通りね、この問題文、ツイッターとか、あとは、あと自分のホームページの方にも貼っておきますので、よかったらね、そっちでも使ってみてください。では、まずは関数はいつも通り、ここにね、まあ、左上にあった、文字で書いてあった情報をこっちに移してしまいます。全部ね。で、関数3つ、式が書いてあって、1が y イコール 2x プラス1。で、自分の癖なんですけど、まあ、切片1って書いてあったら、これの切片、Y 軸とぶつかるところ1なんで、1って書いちゃいます。そこで使う使わない関係なしに、自分は書いちゃうんですけど。で、Y イコール2分の 1X マイナス2。これが2番、ここだね。Y イコール2分の 1X マイナス2。つまり、ここも切片なんで、マイナス2ってわかりますと。で、もう一個が AB 使ってんですよね。3番が、y イコール ax プラス b。ただし、a は負、絶対。っていう条件がある。まあ、右に下がってねっていうね。で、この状態で、a だけ座標が分かってんだね。a が3の7。で、あとは、ま、丸1と、丸2の交点が b だよとか、そういうのが書いてあるだけなので、まあ、これはいいとします。では、1番行くと、直線2ですね。このみ、こいつ。こいつと、X 軸の交点をまず D とします。X 交点、これね、ここ。これを D とする。で、OD、あ、原点 O だね。ここ書いてないけど、OD の中点、ちょうど半分が E になるっていう。まあ、こっち今ね、図をちょっと書いてるんですけど、E として、じゃあ Y 軸上に点 F を持ってきましたと。この Y 軸ね。この上にどっかに F がある。で、AF 対、AF 足す FE の長さが最も短くなるようになるとき、F の座標を求めなさいという問題。で、今回はですね、この3問をやってもらって、特に数学が苦手な方は、1問もできなかった方は結構多いと思います。ってぐらいに、1番からちょっと厄介なんですね、問題が。で、個人的な願いとしては、まあ、数学苦手な方もそうなんですけど、1番、2番って使ってる技がすごく大事なものを使ってる。特に1番はね、こう、もう、このパターン出てきたらこれだよっていう、もう、ルールで決まってるものなので、ぜひ、1問だけでも構わないんで、できるようにして、動画をね、終えてもらえると非常に嬉しい。個人的にはね。で、何やってるかっていうと、つまり、この Y 軸の上に F があるんですよ。どっかわかんない。まあ、ここに F があるとしたら、AF 足す FE になりますよね。こっちの下にあれば、AF 足す FE ってなるんですけど、その中で、その足したものが最も短くなるっていう。これ理科の光のとこでもね、よく単元出てきますけど、こんな問題が。で、このやり方なんですが、まず、そのやる前に D と E の座標を出しましょう。必要なんでね。で、E を出すためには D が必要です。なぜなら半分だから。つまり、D が6って分かれば、E は半分なんで3なんですよ。中点だからね。じゃあ D どうやって出すかっていうと、D はこの2番の直線の上です。つまり、この式を使うことができます。しかも、X 軸に乗ってるので、Y 座標は0なんですもん。X 軸の上にあるからね。ってことは、この式の Y に0を入れればいいと。そうすると、0イコール2分の 1X マイナス2、2分の 1X イコール2になって、両辺2をかければ、X イコール4。だから、4の0っていうことがわかります。いい？で、その半分だから E は2の0っていうこともわかります。自動でね。で、こっからどうするかっていうと、これ、こっち書いておこうか。3の7だね。このね、鏡みたいにある場所にこう跳ね返して、どっかに戻ってくる。それが最も短くなるときって言われたら、どっちでもいいんですけど、まあ、今ちょっとこれをさ、Y 軸鏡だと思って跳ね返ってるから。鏡に近い方、今だったら2のが近いんで E が近いと。それを反対側に座標を持ってきます。反対側。
E。そうすると、ここに、じゃあ E ダッシュとかしようか。こういうね。反対側だからさ、こっちが2の0だったら、こっちはマイナス2の0ね。ってなる。で、この A と跳ね返してきた E ダッシュを、つなぐの。その交点、今 F 求めたいからさ、その交点のここが絶対 F になります。一番短いね。で、なんでかっていうと、これ今この状態でさ、こっからこうやって E にやってったら、当然この長さとこの長さって同じです。ただこれ跳ね返してきただけだからね、長さが同じになると。つまり、AF 対 FE と AF 対 FE ダッシュ。この曲がったものとまっすぐは同じ長さです、今。いい？でね、直線って一番短いんだよ、絶対。こっからここ行くのに、こう行ったり、こう行ったりするよりも、直線が一番短くなる。つまり、直線になってるこの状態が一番短い。だから、この時の F 求めればいいじゃんっていう。そう。これがすごく有名な問題。ほにゃららとすほにゃらら、鏡みたいに跳ね返したものが最も短くなる時の出し方です。じゃあ、どうするかっていうと、あとはもうこの AE ダッシュの直線の式を求めましょう。通る点が37。マイナス2の0って2点分かってるからね、もう出すことができます。で、傾きから求めてもいいんですけど、まあ、直線なんで自分ね、例に使うのが好きなんでちょっと使いますね。直線だから y イコール ax プラス b です。それに、まず37を代入する。y に7、x に3だから、7イコール 3a プラス b、こうなる。で、こっち、マイナス2の0なんで、0イコールマイナス 2a プラス b とこうなります。いい？で、引き算すると、7イコール 5a なんで a イコール5分の7となります。で、これを上の式下の式どっち入れても構わないんですけど、解くと b イコール5分の14となる。だから今求めたかった ae ダッシュっていう直線の式は y イコール5分の 7x プラス5分の14となります。でね、F っていうのは Y 軸とぶつかったとこですよね。つまり切片なんですよ、ここ。切片。切片っていうのはここの筋使って OK じゃないですか。だから F の座標は X は0ね。あの Y 軸上にあるから。0の5分の14となって、これが答えになります。まあね、丸一番にしては本当に難しい方だと思う。大体丸一は簡単にできてるからね、関数の問題って。難しい方なんですけど、まあ、ぜひね、この技というか解き方は覚えておいてもらえると、さっき言ったように理科の光のとこでも使える技なんで、ね、ぜひ覚えておいてください。では2番、行きましょう。で、ここもね、2番、3番もなかなか難しいんですけど、2番は、X 軸上、X 軸の上ね、この上に、で、X が、あと、負、0よりちっちゃいだから、こっちの負の部分、こっちです。負のところに G がいますと、どっかにね。で、ABC、この三角形の面積と GBC、まあ、G がどっかにいるんで、この辺にいるかな。GBC ですね。の面積が同じとき、G の X 座標を求めなさいという問題ですね。で、これはですね、中2で習う透析変形っていう、ちょっと技を使うんですけど、今ね、まあ、気づき方としては、三角形 ABC、書こうか。ABC と GBC の面積が同じなんですよ。BC が共通なんですよね。ってことは、同じ BC っていう底辺を固定することができる。ABC の底辺も BC にして、GBC の底辺も BC にすることができる。だから、そうやって底辺を両方固定すれば、これ書いてみようか。これ中2の時にやったやつなんですけど、こうやってね、BC を底辺固定するじゃん。ここに A っていう点を持ってきて曲がっちゃった、ごめん。ABC っていう三角形と、こっちに G って持ってきて、GBC の三角形、これ面積同じなんですよ。ここが平行だったら。なぜなら底辺固定してて、高さ同じだからね。平行線で高さずっと変わらないんで、もちろんこっちの方に持ってきたとしてももちろん同じです、面積は。で、それを使います。底辺固定できるからね。じゃあ、平行の線ないじゃんってなるから自分で書くんです、平行の線を。で、どこに書くかっていうと、BC を固定したいんで、ここは、ここの平行の線を書きたい。
で、A がもう一個の高さになってるから、A を通るように、うん、ここだよね。ちょっとこんなんでいい？こうやって平行な線を書きますと。で、この平行な線と、ぶつかんなかったけど、ここの交点が G になります。そうすれば、ABC と GBC。底辺同じ高さ同じで面積同じになるからね。じゃあ G 求めようと。で、G は X 軸の上にあるんで、Y 座標は0って分かってるもん。こうやってね。あとは X 座標が欲しいと。じゃあ、X 座標を求めるのはどうするかなって考えると、今引いた青い線ありますよね。それの直線の式が分かっちゃえば、もう座標なんて出せます。直線が分かってれば。いい？じゃあ、直線の式出そうと思った時どう出すか。この青の線は、こいつと平行な線なんで、傾きが同じなんですよ。平行だからね。こいつの傾き2分の1です。だから、青の傾きも2分の1なんで、傾きはいけるとすぐ。ただし、切片が分かってない。じゃあ、こういう風に置いて、どっか通らないかなって見ると、37通ってくれてるんだよね。通っちゃえば代入して OK だから、関数は。だから、7と3を代入して、プラス B。で、B イコール、7引く2分の3。7が2分の14なんで、B は2分の11とわかる。つまり、直線の式が、こっちでいいかな。Y イコール2分の 1X、プラス2分の11か。こうやってわかりましたと。で、直線の式が分かりました。Y 座標0って分かってるんで、あそこの Y に0を代入する。0イコール、2分の 1X プラス2分の11。マイナス2分の 1X イコール2分の11で、両辺マイナスにかけると、X イコールマイナス11。だから、ここの X マイナス11でしたよと。で、G 出たよね。で、今回は G の X 座標を求めなさいって言ってるんで、答え、この座標書いちゃダメだよ。X 座標だけだから、答えの部分もマイナス11で、これで OK というふうになります。いいかな？この等式変形、あ、ごめん、等積変形だね。もう大事。さっき等式って言ったかも、ごめんね。等しい面積の変形はね、すごく大事なんで、これもね、ぜひ、いけたらお願いします。で、3番ですね。まあ、これはボスですね。完全に。で、B から直線3に垂線を引きます。ちょっと黒でいこうか。こっからですね、直線3、こいつで垂線なんで、まあ、こんな感じで垂線を引いたと。で、そのぶつかったところが H になります、今。で、その時、AH イコール CH になると。今これなってないですけどね。こことここの長さが同じになるとき、C の X 座標を T と置いてくださいと。まあ、これヒントですね、解くときの。ここを T って置いた状態で、点 C の座標を求めなさいという問題でございます。まあ、これヒント与えられてますけど、C の座標を求めなさいって言ったら、基本的に X 座標を文字を使って置きます。こういう感じで。T みたいなね。で、X 座標を T って置いたら、Y 座標は、今この C は、こいつの直線の上乗ってますね。2の上に。2の上に乗ってるんで、X に T を入れると、Y イコール2分の 1T マイナス2ってなります。だから、Y 座標の方も T を使って、2分の 1T マイナス2って、こういう風に座標を置いてください。これよく使う技ね。最初の求めたい座標を文字を使っておく。間違っても文字を2つ使わない。T と S とか A と B みたいな置いちゃダメだよ。片方 X を T って置いて、直線の式使ってもう一個も T で表すっていう。で、こっからなんですけど、あのね、今この図だと自分間違ってる、間違ってができてないんですが、こうやって一個の頂点から垂線を下ろしたときに、真ん中、そのもう一個の辺が半分に分けれるとき、これ、どんな三角形かなっていうことに気づけるかどうかが大事。で、結論から言うと、そうなる三角形って二等辺三角形なの。起こして書こうか。こうなってて、こっから垂線下ろした時に半分になってる。これ二等辺三角形です。まあ、正三角形もなりますけどね。ってことは、今、この AB っていう長さと CB っていう長さが同じになるんですよ。二等辺三角形だから。
じゃあ AB と CB が同じっていう条件でそれを使って方程式作って求めていこうぜっていうのが作戦。そう。BA にしとこうか。BA イコール BC なら分かりやすいかな。これを使いたいと。ただ、これもなかなか骨が折れるところで、まあ、三平方の定理をね、やってれば、それも習ってるんですよ。座標上で、斜めの線の求め方でやってるんで、できると。まあ、一応やってみると、そのためにはね、A の座標は出てる。C は置きました。B が欲しいんで、B の座標まず出します。それないとね、話にならないからさ。で、B の座標は、1番と2番の交点。だから、こいつとこいつを連立方程式で解きます。ちょっとま、一回書いて消しちゃうけど。連立で引き算すると、いや、書くか。書こう。ちゃんとね。ちょっと時間長くなって申し訳ないけど、あれだ、早送りして。こうなって引き算すると、0なって、こっちが、2分の 3x のプラス3。計算すると、x イコールマイナス2になる。で、x がマイナス2なんで、どっちかに代入すると、y がマイナス3でございます。ってことで、b はマイナス2のマイナス3と、座標がわかります。これは連立して、解いちゃってください。で、まず BA から行きましょう。まずちゃんとした解き方やります。学校で習うやつね。これは、斜めの部分、ちょっと書き出すね。これ入ると、グレーになっちゃうんで。A があって、B があると。で、斜めのやつを求めるときは、ここに直角三角形を作るんですよ、こうやって。で、ここの長さとここの長さを使って、斜め、BA の2乗イコール、まず横。で、横の部分は、ここの X 座標とここの X 座標を考えて5になると。ここが、X が3なのね。ここが3。で、こっちがマイナス2なんで、3からマイナス2だから。右から左を引くからね。いい座標。だから長さが5になる。で、縦の部分も、上の Y 座標から下の Y 座標を引き算するから10になります。長さはね。だから、5の2乗プラス10の2乗っていう風にやって、三角形でまず求める。で、BC も同じように考えることができるんですが、ぜひですね、同じこと結局やるんですよ。やるんですけど、ちょっと技を一個せっかくなんで覚えてほしいなと思って、それ紹介します。うん、進学塾とかだとね、教えてくれるとこも多いと思うんですが、学校でもあんまやんないかな。斜めの直線、座標上でね、斜めの直線の長、直線じゃねえや、線分の長さを求めたいとき、は、どっちからどっちを引くんでもいいんですけど、例えば、今 BA だったら、A から B を引くとか、B から A を引くってどっちか決めてください、自分で。で、今俺は A から B を引きます。A から B を引く。で、その求めたい長さイコール、こっちからこっちを引くって決めたら、まず X 座標、3からマイナス2を引くから5です。を2乗してください。足す、こっちからこっち引くって決めてるから、y も7からマイナス3を引くと10です。それを2乗してください。その2乗して2乗して足したものを全部でルートでくくります。これで求められる。長さって。まあ結局同じことやってんだけど、さっきとね。で、それを知っておくと、こっちとかが楽になります。BC。いい。まあ今 C から B を引くって決めると、x 座標は t からマイナス2を引くんで、t プラス2になります。t 引くマイナス2だからね。で、2乗すると。足す、こっちからこっちを引くから、2分の 1t マイナス2引くマイナス3だから、プラス3に変わるんで、プラス1、2乗。で、それにルートをつけます。めんどくさそうだけどね。で、これがイコールなの。で、このイコールを解いて、あと終わりです。ほい。でね、これイコールにしたいんだけど、今、ルートがめんどくさいと。だから両方2乗しちゃえばいいんで、結局ね、まあ、いっか。こいつ、上のね、これイコールこれにします。イコールイコールするんですけど、ルートルートになってるんで、両辺2乗すればルート外れます。だから、両方のルートを外して、5の2乗、25、足す、10の2乗、100で、まず125からいきます。こいつね、イコール。で、これもルート外れましたと。でも2乗展開しなきゃいけないんで、まず左側。こいつを展開すると t の2乗プラス 4t プラス4。右側展開すると4分の 1t 2乗プラス t プラス1となります。はい、でまとめます。これ125も右辺持ってってね。まとめると4分の 5t 2乗プラス 5t マイナス120イコール0です。
で、二次方程式になってるんで、二次方程式解くとき、t の二乗に、ここね、数字くっついてるの嫌なんですよ。だから、全体に5分の4をかけて、ここを t の二乗に直します。5分の4をかけるんだよ。そうすると、ここは 4t に変わる。120に5分の4か。96か。マイナス96イコール0となりましたと。ね、よく見てる形ですわ。だから、二次方程式なんで、因数分解で勝負する。できなかったら解の公式だけど。で、これは、いくつだ ?8 と12か。プラス12、マイナス8と、こうなる。だから、t イコールマイナス12と8になりましたと。これで c の x 座標が2パターン出ました。マイナス12と8ってね。でも、まあ、この図で見てもわかるように c って、プラスのとこにないと困るんですよ。例えば、t が、まあ、c がマイナス12。こっちに来ちゃってたらさ、a 通るじゃん。このマイナス12からこういっちゃうんで、まあ、座標を求めるとさ、y 座標も変になっちゃうから、右上がりになっちゃうと。この3番の式は右下がりじゃなきゃいけないの。a が負だから。だから、適さないと。つまり、こっちは答えとして使えませんとね。まあ、ちゃんと座標を出すとね、c のね。で、こっちの8の方は8入れて、ここに2分の 1t マイナス2、t に8入れると、4-2 だから2になると。つまり、そっちは答えとして使えるので、C は8の2でしたよ、というので OK です。ちょっとこのダメな方ちゃんと言おうか。マイナス12を入れると、マイナス12でこっちがマイナス8になります。このマイナス12入れるとね。そうすると、マイナス12のマイナス8なんで C、まあ、この辺に来ると。で、A がここ固定されてるから絶対右上がりになっちゃうの。そう、だからダメだよっていう話ね、こっちはね。はい、という感じでございました。まあ、本当に長々と。20分超えてしまいましたけど、まあね、今回3問とも結構ね難しめな問題になってますが、まあ、苦手な方は1番だけの、まあ、その技だけでも構わないので、吸収できるところを吸収して実際のね本番で行かせてもらえたらと思います。では今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。勉強お疲れ様でした。今表示されている関連動画や再生リストから別の勉強に飛ぶこともできますので、よかったらそちらもご利用ください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。